しよう。今日やめてください。やめてください。ああ、これさ、何もない。残念ながらこの家はなくなりました。幼稚園ってどんなとこか知ってるかい？そうか、まだ行ったことないのか。あなたはストレスが溜まったら爆発し破壊衝動を感じるタイプですか？あるいはそういったストレスを周りの周囲と突然ぶつけてしまうタイプ、僕は前者です。破壊衝動とは様々な事象が原因となって発作的に巻き起こる衝動であり、そこから物を破壊して暴れるといった行動を起こすという欲求に駆り立てられるという状態を指します。つまり気持ちを抑えられなくなり物を壊したり暴力的な行動を取ったりする状態のこと。映画やドラマの中の話じゃないのと思う方もいるかもしれませんが、壊し終わるっていうのは実際大変でも起こり得ることなんだよ。現代社会ではストレスを感じずに生きていくってことは難しいですよね。そのため日々少しずつでも発散できる環境があればいいのですが、自分の感じるストレスに気がつかないままどんどん溜め込んでしまっているのが桐沢刑事。する可能性があって、普段あれ怒れない俺が怒ると手がつけられなくなってしまうのはストレスを溜め込む傾向があるからなんよ。その研究が家族崩壊、父と母の対立やネグレクトなどが日常的に内気には存在し、地域社会の関わりといった一般家庭に当たり前に存在するはずの機能が幼い頃から不十分な状態で育って、僕は今月24歳になったのですが、怒りが爆発しそうです。今度は声をよろしくお願いします。親戚に釣り込んだし、元はシスコアニという存在がいながらも出会い系アプリ中毒で彼氏も作るし、家族が完全に消滅してるんよ。家族としての機能が失われた中で育った俺は、歪んだ人や観念でまみれたうちの家庭を普通であると思い込んでしまい、自らも歪んだ人や価値観を持つようになって破壊する憎悪が目覚めたというわけです。激しい破壊衝動を抑えるためにあえて壊して良いものを用意しておくことが解決策だと思ってて、そんな時には壊してしまって良いもので気が向きがないものをあえて破壊するという行為によってマイナスのエネルギーをいつも発散しています。読まなくなった雑誌をビリビリに破いたり、小室と大和の正規とか着古した T シャツをビリビリに引き裂くのも得策ですが、今回僕は金に迷惑をなんでビジネス家族のこの家、石川県白山市金山町六町のこの家を化学実験で破壊するぜ。ということで本日の企画、家を過酸化水素で爆発させてスライム好きにしてみた。次ということで、リビング全てを養生シートに貼り尽くしました。もうこれで完全にもう家ぶち壊します。ということで科学者の親子を今回お呼びしました。この方々にこの家をぶち壊してもらいます。マッドサイエンティストの近岡和です。その娘の近岡アンジェリーヌです。どのようにこの家を破壊するのか。ゾウの歯磨き粉というのですごいことにしようと思います。桐崎家の大ファンでちょっとパパについてきちゃいました。今回使用するのこちらでございます。過酸化水素書いてあると思うんですが 30% ありますので劇物になります。なに、これガチの危険物ですか？はい、あ、危険物ですね。2日ぐらいで準備をしました。これがここにあるの奇跡です。在庫なんてありませんからね。普通よくこんな危険なことに娘さん連れてきましたね。まあ慣れてますので。危険なことに興奮するんです。まず溶化カリウム、これを準備します。これ水に溶かします。これはあの普通物質です。ブレイキングバットに出てきそうな。危ないね。これは父と母と妹がオロボイディエボリにして出かけてるんですよ今。あと30分ぐらいで帰ってくるんですけど、帰ってきた瞬間にいきなりこれやるわけですよ。あー、非常に危ないので入ってもらったら困りますので止めてくださいね。ここにドクロマークがあることがあります。これ相当ヤバいやつです。これを家に割るってことはもう相当な許可を取らないといけません。一般な家庭ではありません。これはこんなこと家でするってことが本当にヤバいですからね。安全を超考慮してます。うわやっせ。今僕この中に手突っ込んだらどうなります。化学やけどを起こします。だんだんビリビリ痛くなってきて白く漂白されます。あの美白とかそういう白じゃない、真っ白です。はじめさんとひかるさんにもやったんですよね。やりましたよ。終わった後で舐めてましたとは言ってました。緑の食紅準備してますんで入れたいと思います。はい、どうぞ。爆発物を、はい、緑色にします。不思議な科学者ですね。いや、呼んだんじゃないですか。一応準備としては完了になりますね。家族多分もう15分ぐらいしたら帰ってきますわ。あれ先生を雇いましたけど共犯者ですよ。でも一緒2日しか準備なかったんですよ。はい、検証とか何もしてませんからね。本当にどうなるか知りませんよ。一応経験上このぐらいだろうっていう予測ではします。もちろん計算はしてますが、本当はどうなるかっていうのはやってみないと分かりませんので、ちょっと待機しましょうか。はい、こんな雨降ると思うんだわ。髪の毛濡れてめっちゃ雨降ってるやん。あ、お腹すいた。なんか作る？あ、あら、これパスタ食べたわ。パスタ？じゃあパスタ食べたい。あ、帰ってきた。家族来たぞ。なんでこんなに帰るのいっぱい当たるの？何？ちょ、待って。何これ？え、なんか、ちょ、なんかこれ？なんでこんなにいっぱいないの貼ってあるの？何したの？てか、この男性と女性誰？何したの？あんたそんな服して。何このビニールだらけのこれ。意味わからんねんけど。実験かなんかすんの？実験現場？え、何の実験？お前ら、何や？本当にこの家族は俺大嫌いや。大嫌いや？こっちも嫌いや！俺も嫌いや！何や大嫌いなって。動くな。何？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 おい！これは化学用に過酸化水素水や。だから？何これお前？水やろ水。今さら水なんかかけたってな、俺らビビらんぞ。妹は大気アプリ中毒で彼氏も作るし、おかんとおとんは離婚したに同棲しとるし、おかしいねってお前ら。もともとやっぱお前がおかしいからこんなのって。今からゾウの歯磨き粉やります。ゾウの歯磨き粉？泡が大量に出てくるやつです。マッドサイエンティストの近岡和さん。サイエンティストってことは科学者ってこと？
その娘は。うちらのこと嫌いとか言って泡でビビらせようとするなんて、なんなん。だいたいこいつ泡に慣れてるよ。俺泡慣れてる。なんでや。ソープランド行ってる。ソープランド。風俗。泡くらい別にどうなのよ。そう、泡は別にどうだっていいよ。これ過酸化水素水と言いまして、液物に当たります。はい。あの、かぶったら化学やけどを起こしたりしますので。いや、なんでそんなことするの、わざわざ。え、てかさ、なんでこんな家で捨てるの、バカじゃないの。え、誰が掃除するの。この化学反応を起こすことによって、この家が吹き飛びます。もうこんな家はなくなる。はぁ、あ、吹き飛ぶ。ふざけんなよ、お前。あんたも吹き飛ぶよ。いや、俺は吹き飛ばん。なんで。今後は以上の場所。家が吹き飛ぶ、このリビングが吹き飛ぶ。終わりやん、お前。やばくない。やばい。やめといて、お願い。やめて、やめて。あんた、これ最後の動画になるよ。いいよ。これは小さい家の最終回。クレヨンしんちゃんの家が一回吹き飛んだら知っとる。お願い、それだけやめてって。クレヨンしんちゃんがチャッカマンパチって言ったら、ファーって家吹き飛んで、またずれそうってところに住んだったみたいに、俺らも別のマンション住めばいい。おい、お前、こっからまた大学も通わんのだし、まだ生活ってものがあるねんって、お前の好き勝手にさせんから。こんな家に思い出ないやろ。こんなところでお金なんて使っとれんって、うちら貧乏ねんから。しかもさ、なんでそんな寮に頼まれてこんなことしたんですか。それは仕事なので。仕事で、いくらで雇って来てもらったんですか。28万。28万で家もぶっ飛んでんねん。無理しもんなげんよ。どうするんて。もういいんですよね、先生。いや、私は知らないですよ。いや、お前マジでなんなの。ふざけんなって、こんなことばっかりしとんなんて、何も楽しくないじゃないねん。無理やけど。バーカー、お前されてる。ちょっと待って、おい、これ入れたらもうこの家来たこと。この人どういうこと。社長、危ないって。腰抜けた。腰抜けた。腰抜けたじゃない。とうとうこんなことまで演説するようになったんだ、お前ダメで。バカ、おかしいやろ。お前これ、ブワーって泡出るってことはあれやし、ハクションだよみたいな、ブワーンってなれるの。お前に黙ってるのか、クソ不倫にして。見てだから。お前不倫なんて何の前の話だよ、お前バカじゃないの。昨日もしてきたのに。してねえし。おとついもしてきたよ。してねえし。それマジで。どうも不倫じゃないよ。お母さんとお父さん離婚しとるやん。あ、不倫じゃないわ。ごめん、早まるのって。いや、それだけはやめて。やめろって。お願い、お願い、お願い。そちらここでさ、死んでしまうのは大丈夫。こんなことされたら私住む家なくなるのやねん。ね、まだローン残ってるの。ローン残ってるの。原価製品とかは全部ダメになるんじゃないの。やめて、本当にお願い。お願いします。お願いします。やめて。やめてください。やめてください。お願いします。終わりだ。いいぞ。アンジェリーナいいぞ。おとなしくしろ、掃除で。すみません、すみません。ごめんなさい、ごめんなさい。社長、社長、大丈夫。何の相手に何のことするの。俺いいや、おしまいだ。おい、やめて。やめて、やめて。じゃあ、あるんだ、君ら。あれじゃなくて、今、私住む家なくなるよ。待って、前に住む家もなくなる、将来の住む家もなくなるって言って、お前考えたことあるか。ちょっと考えろ、本当に。ちょっと悪いよ、冷静なれって。だって離婚してるし、とかは。でも、でも家をそういうね、話させてもいいやろ。さあ、メガネも装着いたしました。お願いします、よ。よ、やめてください。やめて。残念ながらこの家はなくなりました。何しとるんて。もう家がなくなりました。切り裂き家消失でございます。来てすぐ来て、シボンダル。わーい、シャボン玉が膨らんだ。火災通報。早く早く。火災通報。火災報知器が鳴ってます。早く来て。あ、火器厳禁でお願いしますね。早く。酸素出てますので。シボンダル。いいね。シボンダル。いるぞ、はい、取るぞ、みんな。逃げるか。前来て、前来て、みんな、前来て、前来て。マサ、お母さん、はい、こっち来て。もっと前の前来て、もっと前来て、全然。前なんて、前って。ちょ、3人。ダメや、つっとるやん、もう。前来て、前来て。前って、どうやって行く？行けって。できるだけ前来て。早くして。顔見えんて、これ真っ白で。前顔上げて。覗いて。ということで、家はなくなりました。やばいって、これ。でもさ、めっちゃさ、いい匂いするねんけど。さて、もうなくなりました。ここは爆発しました、お家は。これどうするな。誰が掃除する。いい加減にしたれ、お前。やっていいことと悪いことの判断も使いがんか、お前は。なんかもうお兄ちゃんの姿が見えんねんけど。どう思いますか、科学者の娘さん。サイコパス家族ですね。ちょっとあっち行きますね。あったか、ここめっちゃ歩いたらあったか。熱い。あちゃ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 あ。あ、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 あ
いや素晴らしいですね。どうですかこの位置は。お前アホか。じゃあ、いかんといて。いかんけどここに折れるやんけ。別に何のためにこれした。うち壊すためか。そうです。うち温泉みたいになったね。匂いはいいんですよ。なんでこんな兄貴持ってしまってんの。今まで YouTube 史上あんた最悪なことしたぞ。はじめとヒカルさんもやってるよ。だけど家でしとらんかったやろ。いや家でしてないよ。家でしてないよ。うちでするようなあんねどうじゃないやろ。そんな家はいらないよ。何やった。何お前俺言って。ここに寝てたんだぞ。お前泡から出てきた。お前よ、お前のせいだぞ。お前前回の時に男にキスしてただろ。あ、ごめんしてしまった。あれさ、前いい感じの人ができてしまってさ、ちょっとしてしまった。いきます。はいはい。俺も頭キチガイになって電車とかで女に痴漢して警察に追われてもう永久冬眠しようと思ってたから寝てたんだよ。そんなことの中に入ったん。知らねえよ。お前たちが勝手に起こしやがっただろうがよ。いやいやいや、勝手にうちの中に侵入して何しとんや。勝手に起こしてんのはお前たちだ。いや、お前ら本当に世にも奇妙なもん。家族だな本当に。いやいやいや、俺冬眠しとったって私許可してないからこのうちに入ること。ちょっとヘリウム、お前なんで一体ここの泡からふわき出てきたってこと。実験で化学反応で虫が湧き出てきたぞ。正直言うと虫にもなれるし人間にもなれんだわ。多分おかしいぞお前。おめえがおかしいだろこの不倫知事。もっと言ってやって、そこに関してはもっと言ってやって。でもねもう ね不倫じゃないの。もう離婚したから何してもいい。てかほんまにガチで寝とったんじゃない。パジャマやもん。今まで俺ら実験してる時この人いませんでしたよね。はい。なんでいきなりおるんや。俺はお前たちのとこに侵入してきたんだぞ。やばいって不法侵入だよ。寝てた時は虫だったからお前ら気づかねえだろ。あ、分かって。今の爆発でもしかして人間だった。あ、俺もこの家爆発しきれんだな。これどういう、どうすんのこれ。本当に最悪なんだけど。前お前どうしてくれんだよ。うるさいな。お前はここに来るのが悪いんだろ。お前その前で俺と付き合うって言ったのに、おめえがそういうことするから俺らって警察に追われることになったんだろうがよ。お前チビと付き合う気はねえバーカ。お前この前動画内で言ってただろう、これからはよろしくお願いしますって。そんなこと言ってない。カリントみたいな顔する。カリント前を見る目が気持ち悪いんやけど。じゃあみんなこの家で今日は一日生活してもらいます。うそやろ。どうやって生活するのよ。この泡の中で生活してもらいます。頭おかしいやろ。頭おかしいだろお前と。おめえにやりたくねえわいいよ。 AKB の渡辺真由ストーカーしとったやつがお前。いや今でもストーカーしてるよ。なんか悪いことあっか。誰をストーカーしたの。いや家特定するためいまだにねちゃんとね8月真由目撃情報まで入れて調べてんのかな。うわそれすごい迷惑よね真由。頭おかしいねこいつ。真由がめちゃくちゃ嫌がってるよ。手が離さない。兄貴としてどうだ。いやいい、こいつも出会い系アプリ中毒やから。そう、Tinder やってただろ。俺この前 Tinder やめたぞお前。あんたも Tinder だったんだ。ちょっと待って。めっちゃマッチしたくない。聞いて、俺一応 Tinder で色黒男子って入れてたぐらいだからな。声高くて。お前俺とマッチしねえじゃねえかよ。だって範囲23キロとかにしてるの。うん、だからもうマッチしてなくても俺はもうここにいるから。俺はマッチしちゃったな。マッチしてない。かわいいもん。まいまいまい。やだまいやだ。とにかく静かにて。ちょっと見て。好き。やめこいつ。警察呼べ。警察呼んでください。うるせえよ。黙れほんとババア。なんだこのブスチビベやねが。普通この実験の後こういう虫湧くんですかね。いや湧かないですね。そんならもっとイケメンが受かったよね。ねえ。大体お前何なんだよ。どこの女だよ本当に。日本の女だよ。日本の女そんな顔してねえだろうがよ。お前こそフィリピンみたいな顔してどうしてんだよ。お前よくも言ってくれたな。フィリピン人って俺な駅前でフィリピン人って言われたことあんだよ本当に。どうでもいい。お前下にピアスしてどういうこと。お前日本人やんねえからそんなこと。汚ねえよお前。お前やめた。前の周りがいねえだけだろ。俺の前にそんな頭おかしいやついねえもん。さそのうちお前乳首にでもピアスつけるんじゃねえか。本当に開いとんねんって。嘘だろ。乳首にピアス開いてんの。開いてます。ガチで言ってる。気持ちが悪いな。俺やっぱりさこういう女無理だわ。娘さんこんなこと言ってますけど大丈夫ですか。聞こえてません。あ、そうですか。俺は思ったのは梅毒になるこの親父よりよっぽどおめえの方が汚いじゃねえか。そうだよね。彼は風俗外をしまくって性病になりました。どう考えたって梅毒の方が綺麗だよな。あ、治せるし。ただお前チンコねえだろ。だろ。まあ、お願いだから俺本当に前じゃなきゃダメなんだよ。なんでじゃあ、前前なんで前虫くんじゃ無理。前はね、俺じゃないとね。ちょっと待って。うちの娘に手出すなっつってるよ。お前さ、メガネ飛んだらどうするんだよ。お前好きな人に暴力していいのか。親この人トラブルメーカーすぎて本当にうちが。トラブルメーカーってどこの嵐の歌詞だよお前。うるせえよお前。そんなことばっかり言ったんだもん。かわいいかわいい。虫嫌い。
あ、なんか足元になんかある。え、なにこの泡のやつ。なんだ。うわ、正規やん。誰や正規埋めたの。ヤマトからの直筆サイン入りのやつやぞお前。ほら見てみろ、ほら見てみろ。エイジエ、これからも同世代の仲間としてライバルとして YouTube 盛り上げていこう。ヤマトちゃんとサインやるやん。お前これ誰で埋めたお前。まともなのここのマトサイエンティストの先生だけじゃないかよ。だからここで要は一日生活しないといけない。はあ、また一日生活すんの。お前俺ラブホ用意するから今日一日俺らと一緒にいた方がいいって。絶対あんたとラブホ行くぐらいやったら。じゃあ分かった、やらなくていいから二人でいようよ、ね、それってさ、もうやるって言ったらなもんや。なら私一緒に泊まってあげようか。ババアお前だっていいよ、汚ねえな。お前のねガバマンくせんだよ。お前言ったらついに。それが私島に言うって。じゃあぶっちゃけなこと言うよ。本当はこんなこと言ってるけど、実はお前たちに内緒で俺ら一回やった仲なんだよな。嘘だろ、ワンライトラブしたのか。え、マジマジ、妄想劇、妄想劇、妄想劇じゃない。それ夢の中でやったんじゃない。あ、そっか、俺冬眠してたんだった。そうなんか、企画夢の中で決めたこと3回ぐらいしてる。え、じゃあ俺まゆゆとまだやった夢見てねえぞ。本当にマジマジ見たことない。まだ誰やったらある芸能人。あ、俺はもう決めてるの。じゃあこれ発表しちゃいたいと思います。、はい、まず付き合うなら小島春菜。お、結婚するなら峯岸みなみ。哲也結婚したやん。あ、あいつがまた奪いに行くよ。にしてもすごい家だねこれ。こいつ風俗1時間半のところ30分で終わらせる男ですよ。そうだよ。男として恥ずかしくないの。え、別に恥ずかしくないし、当たり前じゃん。だって世の中に何千人何百何億人って男いのにさ、みんなが同じく3分で寝ますなんて言ったらおかしい話だろ。お前そんなのも分かんねえ、頭悪い女だな。何も言えないからじゃないか、アンジェリーナ。なんだアンジェリーナって何、どういうこと。こいつロシア人とのハーフねんて。呼びにくい名前だな、もっと短いのに。知らなかった。アンジュとかさ、お前そういうアンジュって言って。アンジュってお前、あ、今言っただろって。お前つく本当に面白くな。俺ね、冬眠から起きてきてね、あのもう会いたくてしょうがなかったから、ちょっとお願いだからさ、あの写真撮ってもらって。じゃ何すんの。おばあ、ねえ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 、なに、ねえ、ねえ、お、意味わかんねえよ、ほんと。ねえ、何しとるの。ねえ、ねえ、もう意味わかん。この携帯落としたらダメやろ。ちなみに先生、ここに携帯落としたらどうなりますか。多分変色すると思いますよ。お前何コーラ持っとるの。何コーラ持っとるの。おい、これ絶対落ちもんじゃねえかよ。ねえ、何する。掃除もめんどくさくなるし、やめろ、それ。激物ですよね。もしかして建て替えなきゃいけないんですかね。染み込んでたらリフォームでしょうね。いや、お前らまだリフォーム代かかるな。ちょっとごめん、リフォームするぐらいの私この家から出てくる。だってもう離婚しとるもん。この家に俺つもりないよ。お前だったら俺洗浄できるじゃねえかよ。おい、では俺3人で住んじゃおうぜ。じゃあ分かった、俺と妹の虫で3ピースか。うわ、めっちゃ楽しそう。いやいやいや、ちょっと聞いて、掃除機寮の子もう会いに行きたくてしょうがなかったって前にも言ったじゃろ。それでね、寮のも全部見たかったんだよ。どういうこと。全部見たい。前の体も寮の体も好きな YouTuber だったら全部見たいの。こいつバイセクシャルであり女も好きであり、やばいな。そういうことじゃない、俺は好きな。だから俺だからバンバンザイのリドだって全身見てえわ。お前だってそうだろ。ねえ、西内マリアの見たいよ。見たい。ねえねえ、今の会話でアンジェリーナどう思う。マジでぶっ飛んどると思うよ。恥ずかしいと思うよ。恥ずかしいって言うぐらいだったらさ、お前乳首にピアスとかしなくね。全然恥ずかしくないもんね。個性じゃない。いや、だから個性でしょ。お前個性ぶっ飛んでんだろ普通に。いいじゃん。気持ち悪い、マジで気持ち悪い。気持ち悪くない。気持ちいいんだって。気持ちだから、それがもう頭おかしいんだってマジで本当に。だいたいさ、お前人んち来て帽子脱げよ。帽子バカじゃねえ。俺カツラじゃねえからちゃんと入ってんだろこれ。それカツラだろ。カツラじゃこんなじじいが分けやがって。うっせえ白髪じじい。先生、はじめさんとヒカルさんとフィッシャーズの実験も参加したわけですよね。はい、そうですね。ね、はい、この家見てどう思いました、その3人と比べて。あー、まあ異常ですね。じゃあ全員防護服着てくれ。じゃあ一人あれなんか原発のじじいじゃねえかよ。あれじゃあチェルノブイリア。あれ福島原発はあんな格好いるさマジで。見たことある。出身やった。そうだよ。あらららら、なんかいつもやっちゃってるね。見てください、これがもう世にも奇妙な家族です。なんか新しいキャラクターも増えて、なんかちょっともうヤバいですねこの家は。もうでもこれ、もう手袋なかったら何もできんよ。あー、そけた。お前のせいやんけ。あ、ヘリウム、お前の携帯見つけたぞ。あ、俺の携帯あった。もう、お前これ弁償しろよな、本当に。じゃあ前の体売るわ。あ、ありがとう。前の弁償。これが作戦会議しましょう。座りましょう。はい、どうぞ、座って。こんなとこ座んの。こんなんだったらどうやって今日、家、夜過ごすの。見てみろ、ここ水溜りだぞ、お前。これしかも全部過酸化水素水です。まいちゃん、転がります。まいちゃん、だって俺さっきそこに証明したもん。嘘だろ。本当に証明した。だってトイレ行けないもん。どうやってすんのよ。社長社長、感じるんか。喉乾きません。ちょっと待って。何これ。メロンソーダ。いや、このタイミングでメロンソーダはないでしょ。え、なんで。ただこれ見てみろお前。全然加算が少しずつ溜めたやろお前。いやいやいや、たまたま
ちょっと一緒なだけ、マジでちょっと動画のために体張れんで、ね、いつもお世話になってる、ちょっとやりすぎやって、いやいやいつもお世話になってる。これ飲んだらどうなんの先生、劇物なんでダメでしょ、ね、だからこれメロンソーダやって。じゃあ分かった、誰が毒味しよう。あ、じゃあヘリウム毒味してみてよ。殺虫剤みたいで殺す気満々でいるじゃねえかよお前。だって虫だもん。だってさ、なんでこんな青まみれの状態で、しかも緑のところでさ、これ持ってるから意味わからない。え、なんか飲み込まれたなと思って今冷蔵庫開けたらこのメロンソーダ。じゃあまず自分が飲んでみろよ。虫やから死んでも大丈夫やし飲んでみんか。お前さ、普通になんかうぜえよ本当に。なんなんそれ、おめえの価値観やん。価値観ってそれはお前が勝手に今言っただけで、俺何もまで喋ってねえよ。俺は今反発しただけで頭悪いの？悪い。悪いなら悪いなりで黙って。虫なりのズマあるわ。悪いなら悪いなりで黙ってた方がいいと思いますよ。本当にあんたみたいな人は人をイラつかせる天才とか言われて本当に人いなくなるからね周りに。別にお前みたいなやつがおらんくなったら逆に嬉しいけどな。だからじゃあそれで、はい、じゃあ帰ってください、さようなら。いや、はい、お前ここに居候するね、はい、お前が帰れ。居候しか言えないんでしょ。じゃあさようなら、あなたこそバイバイ。お前みたいな小娘まださ何年生か知らないけど、甘えみたいなまだ世にもね出てないような人にあーだこうで言われる筋合いもないし、お金もないでしょ。そんなやつは、ね、誰が相手するの。そんな、なんでお金ないって決めつけた。うん、顔からして金ねえだろお前。それもこういう、しかも学生卒業したら絶対風俗ではもう落ちるタイプ。にゃあちょっと待って。あ、何それ。結局、あ、待って、飲めとるってことはどういうことや。これ火山化水素水やったら死ぬぞ。どっちやった。うめえじゃねえか、メロンソーダや。メロンソーダ、私そんなひどいことするわけない。これがメロンソーダのわけがない。じゃあこのババやったらもらってっていいぞ。ちょっと待って、私のことなんでその風に。ホスト牛乳もらってっていいぞ。最低やなお前ら。こっちホスト最近通ってる。親としておかしいよお前本当に。だって親としての務めはもう、私自分の好きな人生を今から謳歌するって決めとる。こういう女みたいに落ちるとこは絶対落ちるんだって。どういうことだよ。なんで落ちるの。なんで落ちる。お前顔からして落ちるよお前。本当マジで落ちるから、もう本当に真面目にやってた方がいいから。分かったか。俺の女友達落ちたやついるかの、お前みたいな顔で。落ちるんだ。どういうことなの。ホスト遊びして掛け金までしてセクロスして、毎日のように Tinder で次から次と日替わりのように変わっちゃって、落ちるだけ落ちて友達に金借りて返せなくて、ウェーンとか言ってタバコだアニメチェーンとか言って頭おかしくなるかのお前。で反応あります。それでも人生楽しんだもん勝ちだから、それがおかしいっつってんの。楽しんだもんが勝ちだったら早くも消えろ。この泡俺ら防護服着とるけど余裕でもう体に染み込んでない。やばいっすよこれ。パンツ履いてないから。パンツ履いてないの。あれは履いてないからすっごい染みて。なんでそもそもパンツ履かんの。だから虫の言う通りちょっとヤバい女かもしれない。そうだから、ちょっと中学校の時にやったんだけど、5000円で3時間付き合ってみる。うん、じゃあはいどうぞ座って。泡の中へ。クロンボやクロンボ。クロンボ、あのちょっと言っていい。でクロンボ言っていい。介護でジジババにクロンボってマジで言われたよ。それ差別用語なんだって。コール来たから行ったら、クロンボクロンボクロンボって呼びやがって、ぶったたきそうになったわそのパパ。こんな泡ずっとここにあったら目障りやし、ちょっと回収せんけ。俺破壊しようとしてこの家族関係を終わらせようとしない。なんか楽しくみんななんかこの泡集めてるんですよ。あ、骨とか虫あった、虫あった。お前何してんの。虫通貨巻いたね。カリントウムシ。寄生獣や。何が寄生獣だよお前。虫フロイター大好きだ。じゃあ行ってやるよ。おなんか思うねえな。虫眼鏡のソープはそんな感じなの。あ、虫眼鏡のソープは違う。マットにローション何してんのお前。それは何お前。それ片山さんのキューティードールのソープなんだやんけ。虫くんいらっしゃい。求めてるものは俺は違う。これじゃない。じゃあ何やった。じゃあ、ちょ、手離せって言ってんだろ。俺、お前のことすっきり。いやお前らいい加減にしろ、本当に。いや、言われて。もういいよ、お前たちと一緒にいても相手してもらえないから、前の部屋で爆発してやる。ちょっと待って、前の部屋でつんな。ねえ、無理やって。ちょっと待って、前推しの写真とかいっぱいあるげんって。無理。知らねえよ、そんなの。俺行って爆発してやるよ。ふざけんな、無理。うわちょっと待て、やめて。ガチで。お前こんなに準備しちゃった今。お前たちが騒いでる間に俺はここを全部埋め尽くしてこれをやるために貼ったんだよ。絶対お前ら俺に命令服従しろ。お前は一番黙れよ。てかなんで入ってきた瞬間こんな袋まみれになったの。お前不法侵入して勝手に貼り付けたやろ。しかも前のベッドの布団とかもなくなった。そうだって。お前らって動くなよお前。やるから。やめてさっきお前もう独身だろ。そうよ。別に俺と付き合ったっていいだろ別に。いや、いくら私ババアでも選ぶ権利はあるからね。だったらこれ入れるから。待て。てかさ、お前誰でもいねえの女。俺はマイカ、サキだって言ったよな。年齢の差が激しすぎるね。え、近岡は無理に決まってんだ。こいついつか落ちるもん。当たり前だ。将来のこと考えたらこんなやつ無理だわ俺。ちょっと入れるぞ。やめて。
最近 TikTok で D になってるの。しかもさ、最近なんか Tinder 始めたいとか言っちゃった。あ、言っとった。あ、そうそう。Tinder。Tinder入れる手軽だって言った。あ、ちなみに言っとけよ。Tinder でやってる女の9割は風俗嬢だけど大丈夫か。いいよ、いいよ、いいよ。お前、またないよ、そういう病気。いいよ、いいよ、もう。次か、口からとかからね、取りこもらすとかになるからな。何それ性病だよ、性病。取りこもらす。うん。人望なくても、粘膜からお前、性病ってなっかんな、マジ。そうなの。なぜなぜ。ほんと Tinder 入れたお前。Tinder入れるときは、もう偽名でやらないとダメや。本当にやっとるんや、うん、じゃあ偽名なんて。やばこいつ。君はこの家にいる女の子と誰かと付き合いたくてここに来た。キチガイになって痴漢をしまくって、最終的には警察が逃げるために冬眠したわけ。でもお前がその企画をやって起こしたから、もう俺も怒ってやりたくなったわけ。待って、ね、痴漢っていうのはちょ正直どんな風な犯行を起こしたの。どうぞ。電車で痴漢しちゃったよ。どういう感じか言ってください。これがケツだとしたら、ピョン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 って。それいくつぐらいの子に。あいつの見た目大体23とかかな。どれぐらい前。1ヶ月前だよ。最近じゃねえか。最強戦。それはあかんって。いいよいいよ、このバカの人は。最強戦の一番前の車両だよ、やったの。あそこね、言っとくけどね、やられに行くために行くやつも多いからな。あ、そういうインモラルな背徳的なものが好きでってこと。そう、俺はそれを知っててわざとやりに行ってるからな。あ、本当に。あ、じゃあ犯罪じゃないんだ。犯罪じゃない。ヘリウムはさ、ゲイの痴漢を突撃した企画をやったのよ。体を張って。それ今もある？ある。見てくれればわかる。絶対されるのはわかってるから、やりに行ったら案の定やられたよ。お前チャックまで下ろされてもみもみもみされたわ。それ何戦？最強戦。最強戦で一番ゲイの痴漢が多いところを突撃してみた。その最強線で痴漢をしに行ったりされに行く場所の、埼玉と東京を結ぶ一番電車が混むんだよ、うん、そこ。お互いがどうやったらいいだろうっていうコメントばっかだったんだよ。 TikTok では消したけど YouTube では残ってるから、みんな見てみろよ。捕まるかもしれんのに、そういう痴漢をされに行ったりやったりする場所なんや、そこ最強線って。そう、全員が全員じゃないよ。じゃあほぼおるってことやろ。そういうとこ狙いに行く人おるってことやろ。ほぼいる。特に金土日はひどいからね。痴漢されたくない人は女性専用車両。ああ、だからあるんや、女性専用車両。一番前はお互い相違の上やから犯罪じゃないの。そこには芸の人もおるし、男女の人もおるってこと。男女の方が今もう割合少ねえんだよ。あ、そうなの。つまんねえんだよ、だから全てはお前の最強戦のせいだ。もう言ってやっかんな。いや、いるよ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 。こいつまたやった。また火山ガス処理水有害物質が妹の部屋に飛び散りました。マジで。お前何してくれるんだ、お前虫。前いい加減にしろ。すぐうち出てけ。お前出てけ。どっか行け。また気違いにやりがあってバカじゃね。気違いって私の娘の部屋をこんなされて腹立つが当たり前やろが。絶対誘惑上々になるよ。女の綺麗にすれば治ることだろうがよ。ちょ、お前全部掃除しろや。掃除なんかしない。お前たちの部屋なのか。俺このまま帰ってやっかんな。ああ。綺麗にしてから帰るお前。お前なんで火山加水素水持ってるの。いや、置いてあったからやるに決まってんだろ。そんなの当たり前のことだろ。先生なぜ隠しとかなかったんですか。なぜと言われても準備しろと言われましたので。そんなとこに置いてるお前も悪いだろうがおい。いやもうやばいってこれ。虫眼鏡のさ、頭の中こんなんだろ。俺の頭の中こんなんだったらもうハッピーじゃねえかよ。メシお前とはもう口を聞かんからな。何言ってんだお前。これお前とは縁切る。マヨのさ、このさ、エスパのウィンターぐちゃぐちゃになってしまうよ、この湿気で。ふざけんな。また買えばいいじゃねえかよお前。あ、これ2000円3000円したんだよ。安いもんだよ。2000円3000円だって今俺の財布の顔入ってるわい。また火災報知器鳴った。火災報知器鳴ったよお前。どうするねえ、火災報知器鳴ったらどうするねんって。消防士来たらどうするねんって。オルチューバー来るかもしれない。もうこれどう自信ない。熱いねえ、熱いんやけど。熱い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 よ。そんな熱いっすか。熱い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 じゃねえかよこれ。それめっちゃ熱いですよこれ見た目より。エスポ泡まみれにしよう。ガチやめてガチやめて。お前やめとけよお前。やりそうだな。あんた24歳になってんよ。人が嫌がることしたら。でも俺今日人を嫌がらせたくて、この家の家族関係崩壊させたくてやったのに、こんな虫が湧いてきてよ。じゃあ俺の顔を貸すよ。じゃあ私貸すわ。じゃあ私が。じゃあ俺が。じゃあ前が。じゃあ俺が。はい、どうぞどうぞどうぞ。絶対そういうくだりになるだろ。お前ふざけんじゃねえよ。ほらベタ。うわー熱いじゃん。あちゃ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 。お前やけどするじゃねえか。ずっもうぬるくなってる。いい加減にしろ。お前らマジで面白いじゃねえか。あ、ダメや。ほら。お前何が生まれとるの。俺の前になんてことするんだよ。ちっちゃな目。
そうや、しじみって言われたんだからよ。コムドットとこれ出だしじゃないの、一緒に TGC。 あ、そう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 、あ、そうなんや。コムドットがエスパのことを言っとって、エスパに俺らも会えるって言っとって、うん、言っとったら炎上しとった。なんで炎上するの。コムドットみたいなやつが会うなみたいな感じで言われとって、かわいそうだった。そうなんだと俺だってもうごも、もう会えねえじゃねえかよ。俺がエスパに会えたって言ったらもう炎上どころじゃねえじゃねえか。俺自殺しなきゃいけねえじゃねえかよお前。いや大丈夫、相手にされないから。あ、本当。うん、キューガに憧れてる時点でやっぱそういう黒いんだよね。聞いて思い出した、これマジで言いたいんだけどさ、ヒューガくんがさ、俺パパラピンズのジンジンに似てるっていうツイッターの画像出しやがってさ、俺ジンジンなんて別に好きじゃねえか、なんなんタイプだと、ヒューガくんやめてやるよ。何の話。ヒューガがジンジンに似てるって自分でも言ってて、俺ジンジンみたいな顔は別に興味ないのに、ヒューガ自身がジンジンに似てるって言うんだったら、俺あんなブスなこと好きって言うんだったら、俺ヒューガやめてやるよ。かわいそう、ジンジンがかわいそうだよ。そんなこと言ったら、ふざけんな、アンナンパンマンみたいな顔誰が好きになるかよ。とりあえずこの家どうするつもりよ。妹の部屋もリビングもなくなりました。この床は確実にもう張り替えなければいけません。過酸化水素水がもう付着してるんで、この床ダメになりました。ということでリビング戻ってきました。チカオカはさ、さっきからさ黙ってるけど M なんだってさ。この間なんか友達に襲われかけて、本当に嫌だった、気持ち悪かったんですけど、押し倒された時にめっちゃキュンってしてしまって。あ、なるほど。え、そのまま一発ドカンとやっちゃった。やってないです。いや俺やったな。で、おい CM 強引な、何でも強引らしい。お前は絶対無理って言っただろ。お前おめえの方が気持ち悪い。いやそんなこと言っていけるやるよ。お前の大好きな JK やぞ。バカじゃないの、 JK でもこっちだって選ぶ権利があるわ。じゃあ給食のばちゃんどう。お前本当にそういう顔いるじゃねえかよ、お小学校の給食のジジイババアによ。今日は味噌汁多めに寄せてあげるね。はい、ありがとう。おいしい。あ、俺らもエスパールがやってる人間カーリングチャレンジをやらないかい。何それ。あ、いいね。人間カーリング行くぞ。せーの、やー。何が面白い。何が面白いの。給食のババア。誰が給食のばちゃんや。あら、坊や何やってんの。いいです、近づかないでください。本当にいいです、いいです。どこ見てんの。お腹ちょっと出てるな。お腹っていうのは。やったやったやった。うわちょっと待って、着いた。お前のせいで着いたや。全然大丈夫。ごめんな。何何何、あ、できんし、中なんてできんって言っとるやろが。無理やって。お前できねえんだったらこっちでやるよ。ちょっとごめん、私にするんじゃないが、なんで前に行くんけ。最悪だけど、どうしよう。ってことやね。ねえねえ待って、こいつやばいぞ本当に。もうそろそろ110で電話かけしよう。思考停止した。もう固まって動けん、マジ最悪。ごめん、俺さね、1年歯磨いてねえわ。全部虫歯。人間カーリング、次鮭の番。せーの。あ、無理無理。うわー、あいつ軽いじゃねえかよ、体型のワディよ。はい、お前だ。はい、行きます。せーの。あー、そんな行かなかった。安い、安い。よしよし、せーの。あー、どうしたの。あー、どうしたの。あー、気持ちいい。あー、ちょっと、ちょっと、ちょっと、俺もやめたいよ。近岡、写真撮ろうぜ。うん、いいよ。また若い女の子と写真撮ろうとしてる。次は JK を買おうとしてるんだな。俺犯罪だぞ。気持ち悪い。あー、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 もう一回止め。あ、もうまたやってやろう、お前ふざけんなよ、お前。あマジやんけ、マジやばいよ、お前寝ないやん。ほんと、ほんとね、やば、やば、ざまねえな。あった、あった、あったよ。限界パーでしょ。もう無理や、もう帰る。ちょ帰るって、ここ自分の家やけど、あんた。ということで皆さん、これ寝ましょう、今日は。過酷やな、最近。ここ最近やることちょっと過酷じゃない。びちょびちょねんけども。いた、あた。ほんと滑稽ですよ。こんな家族が石川県の白山市金山市6番地にいるんですよ。だってよく私コメントで見るよ、 YouTube の。こんな家族に生まれなくてよかった。お父さんとお母さん、私自分のお母さんとお父さんでよかったってみんな言う。普段幸せに思わんことも、俺らの動画を見ることによって視聴者は幸せに感じてしまうね。じゃあ私らすごいいい役目果たしとるよ。そういうことや。ヘリウム何好き。本当にマジで無理って言ったよね。この子に言って、この子と一緒にやれば幸せになれるよ。どっからどう見てもさ、なんか顔似てるんだもん俺ら。似てねえよ。リカ、いちいちだけだぞ相手してやんのは。分かったな。頑張ります。じゃあ行くぞ。行きます。うわ、とりあえずホテル用意してるから来いよ。ほら、嘘に行きます。もうこんな家持って出てやる。儚い壁にぶつかっても、何度でも立ち上がる。映画の先に希望の光、満ち溢れてるはず。
タクション。手とか顔に液ついちゃったんですけど大丈夫ですかね。基本的に洗えば取れます。危ない危ないとは言ってましたけれども、一応反応した時に過酸化水素は水にほとんど変わりますので、まあ安全なものといえば安全なものです。九州サイエンスラボのカズ先生でございました。なんか面白い実験あったら一緒にやりましょう。バイバイ。